大概にレッスン入ってきたけど、あいつ聞こえた人。さあ、ってことでね、それから、さっせらに、乗っていくぞと。え、さあ、ってことでね、こっからなんですよ、問題は。今、ここはね、次、三重県でね、一番古い駅ですよ。まあ、かなり三重県でもね、県境に近いところですけど、ここからね、アフトクサツ線って言ったら、木部川とかね、草津駅の方に行くわけなんですけどね。この中で5時51分の車とかあるのか。あ、じゃあ、かもなる木部川よ。ここにね、そうなんですよ。あ、そう、京都駅もあるよね。あ、こういう時に違うんだ。これですね。なんかね、変な文字があるんですよね。よいしょ。網って。これがね、あ、星行きなんですね。なんでこんな分布してんだ。何人編成で来るんだね。スケーツ。そっか。来ちゃった。始発で構えてるのかなと思ってたら、これなんですね。よし、サビ。今日なんか、あれですもんね。東京の方ではなんか雪が降るみたいな話が出てるぐらい寒い日なんでね。最高気温も低いんだよな。しかもなんか途中で雨が降ってきそうっていうね。なかなかあれなんですけど。海抜、243メーターくらいけど、なんでこんなところに800尺なんですね。膨らしすぎて読めてないけど。え、あ、奥から入ってくるあれか？なんか入ってきますね。特に、貴重なアナウンスもないですけど、折り返し運用じゃなくて、うわ、はい、なんか書いてあるわ、書いてあるわ、なんだ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 、いやー見えるかな、うわ、アボシって書いてあるよ、本当にアボシってなってるよ、うわ。姫路方面、あ、もしおかしいんだよな、表記が。路線 A系統になってるもんな、おかしいんだよな。草津線なのにな。端っこもっと向こうなんだ。6両編成？あ、じゃなくて8両編成来るのか。欲しい気だ。あ、大丈夫、はい、いやすげえな、トイレある車両ないのか。ご乗車ありがとうございます。6時36分発京都から快速となる途中明治方面の各駅です。京都までの各駅、小川崎町、高槻、茨城、新大阪。また道中はね、多分混んできたかどうかとかはまたレビューでね入れると形になると思いますので、今はね、まあ奥の車両に来たと思いますけど、手前の方は
一車両に4、5人ぐらい乗ってるかなって感じですけど、8両編成なんでね、一番小前来たら誰も乗ってないなーっていう感じですけど、いやー、もし遠いねー、まあ、多分次はもう網干駅までポンと飛んでると思います。これもノンストップでくれね。その列車トイレないんだね、怖えー。今トイレしときましたけどね、どっちにしよう。6時からね、これね、10時、6時36分に出て、10時47分だったっけ。4時間ちょい、4時間10分とか行きますからね。その間トイレなし。なんかどっかにトイレある車両ありそうですけど、8両編成なんで。とかこんな長期運用なんですから、あってもらわないと。どっちかちょっと困るんですけど。まあ今日は飲み物も控えてきてるんでね。多分4時間は持てると思います。今ね。次駅でお手洗いも済ませましたしね。まあそんでくらいですね。あとはまた、まあ何かあったらまあ、車内なんでね、あんまり回せないですけど、とりあえず、そんな感じで行きたいと思います。遠いなぁ。もし、今6時に出てさ、着くの10時40分とかだぜ。あ、もう出んの？あら、早い。